はい、ホットプリントの番組です。こんにちは。こんにちは。今日はちょっと厳かに、ホットプリントの番組です。すいません。早速タイトルコールいきましょうか。アイデアを形にホットプリントです。今日は一人で寂しくやることがなくなりましたので。あ、びっくりした。映ってますね、めちゃめちゃ。ということで、まあ、前回内容としてはですね、あのチラシ関係の種類があったので、そのお話をちょっと進めていこうかと思います。はい、今日は声だけじゃなく画像は一瞬だけパートナーさんいらしていますので、じゃあ早速消してください。全部消えたね。なんで今全部消したの。まあ、そういうことで、一応前回、まあ、ちょっとお話しした、まあ、ちょっとユーストリームなので、まあ、過去に遡ればデータは見れますが、パッパッパーとその辺もちょっと説明しながらというか、遡りながらこう、まあ、前回、ごめんなさい、まあ、データ作成ということで最初に話したというのは、まあ、制作に関して、まあ、これご入稿いただいたものを、まあ、作り上げていくという形になりますので、それでよろしかったですよね。はいはいはいって言えばいいですか。そうですね。もうとにかくはいって言ってください。間違ってた時はいいえって言ってください。はい、で、まあ、テンポよくいきますと、早いですよ、まあ、前回もやりましたので、これを作り上げていく。実際このぐらいの、まあ、完成ってあるんですけど、どれぐらいで時間としては作る感じですかね。結構いい感じ。時間ですか。はい、もう本当にこのシンプルな今この現状なものですね。マップも入れるとちょっと1時間以上はかかるかもしれないですね。うん、実際時間かかるのはこの文字、書体選び、あと配置、まあ、ポジション取りですね。あと、まあ、マップですよね。はい、マップにちょっと時間かかってくるかなと思いますので、はい、まあ、そこからポンと、どこに行ったんですか。あ、から行ってますね。すいません、今全然違うところ見てましたね。からの、これに関しても、あの元々の土台が、まあ、基本的に一緒なので、そこがカラーにチェンジしているという形です。で、まあ、その続きで、あの前回は書体という形でですね、お話しさせていただいています。まあ、いろいろな書体がありますが、無茶ぶりしていいですか。やめましょうね。はい、どんどん書体があるということで、ただこの中にある書体以外のものもいろいろあるということになりますので、基本的にうちが扱っている書体というのは何という種類になるとか言った方がいいです。あえて言わなくてもいいですか。まあ、基本にあるという形の方がいいですかね。ちょっと専門的になっちゃうとまずいんで、はい、とあと、まあ、その内容ですね。あとレーザープリンター、これは紙の種類、あと印刷の方法にもちょっと関わってくることなんですが、まあ、前回もお話しした通り、今見えているのがもうカラー、もうレーザー印刷、あとオフセット印刷ですね。数が少ない、まあ、枚数が少ない場合であれば、まあ、レーザー印刷という形ですが、まあ、オフセット印刷はもうちょっと大量になるというものであればですね、まあ、その単価的なもの、まあ、料金的なものもあると思いますので、まあ、オフセット印刷をちょっとその都度お話を聞かせていただきながらで、ご相談させていただければということで、よろしいですね。はい、間違ってたら違うって言ってください。ちょっと怖くなります。無言が一番怖い。そうですね。ありがとうございます。で、今これカラーで、進めている画像です。あ、ごめんなさい、カラーじゃない、裏片面ですね。間違っちゃいましたね。はい、これはオフセットでしたよね。そうです。こちらの場合はあの枚数が多かったので、うん、で納期的には時間がありましたのでオフセットですね。うんうん、あ、そうそうそうですね。あの、まあ、納期もその期間ですよね。その辺の、まあ、時間が少しゆとりがある場合であれば、やはりオフセットの方がいいのかなということもあります。でその次が、まあ、同じなんですが、先ほどと違うのはこちらカラーの両面でしたよね。はいはい、まあ、見たまんまで黒赤黒赤すごいですね。ということで一応両面です。こちらの方もオフセットですね。これも一応大量に、まあ、時間に少しゆとりがあったのかなという形でありますので、お時間がいただければ、まあ、そういった形にできるということですね。よいしょ、はい、さっきの赤黒とかやらずにこれを見せればよかったですね。そうですね。すいません。ということで両面ですね。でこちらは、オフセット
とこちらもオフセットですね。そうですね、はい、でこちらは、まあ、カラーの片面、こちらもカラーの片面ですか？ではないですね。これは両面。両面だと思いますね。はい、あ、そうです。正解です。はい、正解です。すみません、理解ってしまいました。ということですね。であと、まあ、サイズ違いのお話もさせて、こちらも両面という形で、ちょっとサイズがかなり小さめではありますが、はい、この変則的なものも可能であると。はい、そうですね。これレーザー印刷も大丈夫ですよね。レーザー印刷も大丈夫です。はい。はい、という形です。よいしょ。でこちらもこれ裏面になるのかな、先ほどの。よいしょ、うん、そうですね、どちらが裏か。そうですね、どちらが表か裏かは、はい、判断はお任せいたしますということになります。はい、一応、まあ、前回お話ししたのがですね、まあ、この今オフセット、あとレーザー印刷という形になります。これ消しちゃっていいんですか？はい、うん、で今回はですね、その続き、ようやく続きの話になりましたね。もう5分ぐらい紹介しましたけど、次は高速2色デジタル印刷機っていう、なんか堅苦しい名前ですけど、要は輪転機ですね。そうですね、2色輪転機、まあ、2色だけではなくて1色2色が使えるということですね。まあ、早速画像を見ていただきたいのがあります。これ今1色の場合、今上の方にも読めますかね、青一色印刷というふうに。その前ですね、輪転機二色、あ、輪転機の場合ですね、はい、まあ、一色でもいいんですけども、三色から選べるんですね。はい、でこちらの基本色としては赤と青と黒があります。で、三色という印刷はできないんですけれども、二色はできますので、赤、あの組み合わせとして赤と青とか赤と黒とか、まあ、青と黒はあんまりないですけど、そういう組み合わせも可能です。で続いてどうぞ。はい、ただいま、須永です。そうですね、まあ、今おっしゃっていただいた通りですね、まあ、3色、まあ、2色の中、あ、ごめんなさい、3色の中で2色選んでいただくか、まあ、1色になるかという形ですね。今見ていただいているのが、その赤青黒の中の青という形になります。まあ、青一色であってもですね、結構、まあ、単色であっても結構はっきりと出ておりますので、見栄え的にもですね、ちょっとあまり、少し急いでる自分のデザインをちょっと活かしたいっていうものであればですね、こういったものでい、あのチラシを作ることができるということですね。まあ、仮にですね、これを2色にする場合、2色になった場合、まあ、同じデザインではないんですが、これが今赤と先ほど使った青という形になります。ただしこの場合、赤青、これは原色が強く乗っているわけではなくてですね、ちょっと後ろの方でしょうか、ちょっとこのマウスで、マウスでも分かりづらいですけど、上の部分ですね、この上の部分は若干薄い青が乗ってたりとかですね、淡い感じの色はやっぱり青の中に含まれてくるですよね。はい、で表現ができるということですね。ですから青も濃さを、濃さに応じてバリエーションが組めてくるという形になりますので、もちろん左側の今垂れ幕、横断幕、キャンペーン中の後ろのもピンクですね、こちらも下のサイズ拡大の赤に比べてもピンクに近い状態になっているという形になります。ちなみにこのチラシ、ホットプリントのチラシですが、キャンペーンは今のところやっておりませんということですね。そうですね。まあ、言おうとしました。いやいや、すいません。メールか何かでキャンペーンやってくれという場合があれば、分かりません、やるかもしれませんということですね。はい、まあ、こういった過去にチラシもうちであの社内で使っているものもあったり、もっと細かく、まあ、同じ2色ではありますが、写真ですね、先ほどの文字、いや、あのイラストでしょうか、イラストありましたよね、若干このキリンですか、キリンですね、はい、でかいぞっていうことですね。で写真の方でもう表現ができると、どうしてもやっぱり一色での表現になりますので、拡大する場合どんなんでしたっけ、はい、ちょっとスポットで、どこでもいいですよ、なんかおすすめしたい場所ってどこですか。すいません、無茶ぶりすぎました。画像の方をちょっと見てみましょうか。はい、そうですね、ああそうです、ああ下いいですね、今映し出しているところ、これちょっと薄めに映っている青色の方は、これ今画像で、まあ、写真で写しているものが、青い
輪転機の色で出しているという形になっております。ですから単色でも結構いろいろ、あ、ごめんなさい、いろいろじゃないですね、色をたくさん使わずともですね、見て取れるっていう形ですね、はい、できるということになります。で次に行きましょうか。行けますかね、下に行きますね。ごめんなさい、ありがとうございます。こちらはさっきのアップですね。さっきのアップです、ごめんなさい、やらずともでしたね。ちなみにこの青の一色は、青の一色で、まあ、こう薄く、表現したりとかすると、まあ、こういう感じでいろいろと表現ができるなって。そうですね、中古車関係でもよく使われていることが多々あるんですが、はい、この青にもいろいろありますよ、まあ、先ほどのお話の続きになってますが、こういった形で表現ができるという形になります。はい、まあ、ちょうど、まあ、前半戦として一度この辺で区切って、まあ、後半戦にまた説明をさせていただきたいと思いますので、まあ、消えたままでよろしくお願いいたします。では後半戦で後ほど。